今回は、式の展開、応用編を学習していきましょう。右の式を乗法公式と言います。99の2乗を計算します。まず、99を分解して、カッコ100-1、カ閉じる2乗にします。 この状態で先ほどの情報公式を用いて計算します。これが答えになります。それでは練習をしてみましょう。一時停止ボタンを押して練習問題を解いてみましょう。解き終わったら再生ボタンを押して丸付けをしましょう。 それでは答え合わせをしましょうまず100や200という計算しやすい数を用いて数を分解しその後情報公式を使って計算します最後に今回の学習のおさらいです右の式を情報公式と言います 99の2乗を計算しますまず99を分解して100-1閉じる2乗にしますこの状態で先ほどの情報公式を用いて計算しますこれが答えになりますこれで今回の学習を終わります